皆さんこんにちは。ポポバスニュースのコーナーです。今日は、まあ皆さんもご存知だと思うんですけれども、3つの B リーグにおいて非常に重大、重要なニュースが飛び込んできました。こちらについて改めて内容の確認と処分の確認をしていきたいと思います。それでは早速、ティップオフ。1つ目、まずは茨城ロボッツから。 茨城ロボッツは2020年12月4日付にて B リーグより制裁を課されることになりました。つきましてはこの度の処分を受けまして当社規則に基づき以下の通り懲戒処分を決定したということでございます。で、えー、制裁の種類及び内容としては検跡というものでございます。で、今回西宮の方も検跡にはなってるんですけれども最初にじゃあこの剣跡とは何かというところのご説明をしたいと思います。剣跡とはですね 失敗や不正などを厳しく咎めることですまたは組織における懲戒処分の方法のうち始末書を書かせるなどして強く戒めること懲戒解雇や出勤停止といった一連の懲戒処分の中では最もこの検責処分というのはえ軽い処分になっておりますで、ここで、まあ、取り上げさせていただいたのは果たしてこの内容は検責処分でいいのだろうかといったところも含めてでございます内容でございますまずはロボッツから社長ですね山谷さん山谷さんっていうんですかね が席そして執行役員ゼネラルマネージャーの上原さんも検疾と茨城ロボットはなっております、えー、山谷さんのコメントですこの度当社は外国籍選手の入国時における入国後14日間の待機要請につきまして政府機関に確認相談とすることなく誤った認識のもと対処してしまい B リーグより規約違反による制裁として検疾処分を課されることになりました実際に A 選手につきましては PCR 検査なの陰性を確認後に期間中3回の練習参加及び 期間の完了時間より1時間前に公開練習試合への参加 B 選手につきましては PCR 検査での陰性を確認後に期間中2回の練習参加が当社の認識により行われていたと。 新型コロナの感染症対策についての意識、認識が極めて甘く、皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます。つきましては、この度の B リーグによる制裁処分を受けまして、当社規則に基づき、社長並びに執行役員ゼネラルマネージャーに対して、欠責を課すことにいたしましたえ。今回の処分を厳正に受け止め、このようなことが二度とないよう取り組んでまいる所存ですということでございます。で、12月5日の追記コメントもありますので、併せてお呼びさせていただきます。入国後14日間待機要請 本件については全て私の責任であり皆様から寄せられておりますご意見などを真摯に受け止めておりますこの度の処分を受け止め皆様からの信頼回復に努め再発防止を徹底してまいる所存ですえ今日明日、まあ、これはですね12月56かなとアウェーでの試合が開催されますが選手やスタッフには引き続き応援をいただけましたら幸いです 12月9日開催のホームゲームにおきましては皆様にお詫びをお伝えさせていただきます。この度は申し訳ございませんでしたという内容でございます。はい。2選手が該当1選手は練習試合でもまあ参加したと。で、もう1選手は練習のみといったところがありましたよと。でもまあ、西宮の方も見ていきたいと思います。違反行為の内容です。 A について、国外から日本に新規入国した際、空港において検疫官から入国の次の日から起算して、14日間は検疫所長が指定する場所で待機し、不要な外出をしないよう要請されていたにもかかわらず、14日の待機期間内において、前期待機場所外。 で、行われていたチーム練習に参加させ、新型コロナ感染拡大防止のため、政府が実施している水際対策の一環である、入国後14日間待機要請に従わなかったものだったそうです。で、B についてです。 え、国外から日本に入国した際、14日間、ここまでは同じです。で、同じく、え、チーム練習に参加させ、入国後14日間待機要請に従わなかった。そして C ですが、C も同じ、14日間の待機期間と待機場所を守らずチーム練習に参加させたという内容でございます。同じく、え、社長の方の渡瀬さんに検跡処分となっております。コメントです。皆さんいつもストックスで熱い応援をありがとうございます。本日、B リーグからの規約違反に対する制裁につきまして、まずは入国に際して尽力いただきました関係省庁並び、 リーグびびクラブ関係者の皆様には多大なるご迷惑ををおおけししたことを深くお詫び申し上げます入国時に水際対策への要請について説明を受けており B リーグからも隔離期間中の行動指針について通達を受けておりましたが選手のコンディションや怪我などのリスク回避からも隔離期間中において適度な練習を実施することを判断いたしました練習を実施する中で一般の方々含めた外部との接触がないように実施場所と時間行動についてクラブで管理を行いましたがその考えこそが誤った判断を引き起こしてしまったことを深く しております以上からクラブとして緊急の懲罰委員会を開催し社内の処分を行うことを決定いたしました今後は選手やチームの立場と皆様との信頼を守ることを第一に正当に判断することを心がけます最後にファンの皆様からの信頼を代表である私がなくすようなことをしてしまい本当に申し訳ありませんでした西宮ストックスという内容でございます西宮3名でしたねでこれ何かというところなんですけどまず1つ まあ14日間の待機要請というのはあくまで水際対策の一環でありこれは憲法だったり法律だったり行法だったりまあそういうものには該当しないっていう主張の反省文なんですねなので法律違反はしてませんとただみんなでやっていこうって言ったことを守らなかったっていうのがあり結果的に最も軽い検責処分になったす。 という内容なんで、すねでこれもタラレバを言ったらキリがないと思うんですけれども、じゃあ仮に、まあ、この時、おそらくロボッツは群馬さんと戦ってるんですよねチ、トップチームの。じゃあこれでもし、あいつに感染していたとして、群馬側の選手に感染してしまって、群馬側が負けて、結果優勝できなかったってなってくると、また話は全然違ってきますよね。で、何よりも、練習に参加させることっていうのを一番に置いてることが間違いですよね。<laughs> まずは安全 安全に入ってくるそして安全な状態で万全な状態で試合に臨むでそれまでの間のコンディションっていうのはもう分かりきってる話なんで14日間後待機を終えチームに合流してそこからコンディションを 整え、試合に出るのが普通じゃないですか。で、これ、B2 だけだと思うんですよね。こういうことやるのって。B1、特に皆様、アルバルク東京がいい例だと思うんですよ。で、何かというと、デショーン・トーマス選手入ってきてから、もう、きっかり1ヶ月間使わなかったですよね。それ何かって、おそらくこういうことなんですよ。えー、しっかり14日間待機期間を終えて、その後チームには合流するも、試合にまだ出せる段階ではないので、登録もしていない。 なので、ファイルバローンだったりっていう選手をまだまだ使っていたじゃないですか。で、これが、B1 のチームがこういうことをちゃんと、しかもトップチームやっていて、B2 ができない、これがもうそもそも B1 と B2 の差ですよね。まあ、憲法じゃない、法律違反じゃないから、しかも刑法じゃないから、どうだっ いう話ににおいてて何なのかってなった時に、まあ、ちょっと事故の利益を前面に出しすぎましたよね、勝つためどうこうって、まあ、そういう問題じゃないなといったところが非常に私としては、けんというのは枯れすぎるんじゃないのかなと思った内容でございますしまあ、この状態で上に上がったところで続かないだろうと。 正直思っております。なので、こういった検跡処分の後、チームがどういう風に良くなっていくかというところは期待はしたいと思うんですが、今現状、まあ、非常に失望したといったところが一番多い印象でございました。特に選手とブースターの方が一番かわいそうかなと思っております。皆様はいかが思いでしょうか そして3つ目でございます。これは我々ブースターには直接的関係のないお話にはなりますが、令和2年12月4日、京都ハンナリーズ元ヘッドコーチの浜口炎氏が京都ハンナリーズに対し、京都地方裁判所に提訴したとの報道がありました。報道内容は事実でありますが、訴えに対して、当社側、京都ハンナリーズ側の正当性を主張してまいりますと、京都ハンナリーズのホームページに載っております。内容でございます。B1 京都ハンナリーズで さっきままででヘッドコーチを務めた浜口炎氏が3日までに京都ハナリーズの運営会社スポーツコミュニケーション京都を相手取り未払い報酬などの計950万円の支払いを求める訴えを京都地裁に起こしたそうです訴状によりますと2011-12シーズンからヘッドコーチを務めた浜口氏は直近で18年6月同社と同年7月から21年6月末までの、まあ、つまり3年間契約のヘッドコーチ契約っていうのを結んでました 報酬計250万円が未払いになっているほか19年3月から1年間ゼネラルマネージャーの業務になっておりその報酬600万も支払う義務があると主張しているそうですで京都側はコメントは差し控えるとさしているようでございます浜口氏は2011年にハンナリーズのヘッドコーチに就任さっきまで9年間にわたってチームを引き今年7月に辞任が発表された現在は B リーグ一部の富山グラウジーズのヘッドコーチを務めているという内容でございますでこの の内容を見てみますとえ、浜口炎押しサイドのスタンスとしては、3年間問題なくやる予定が何らかの事故、問題があり、2年間、つまり今年の20年6月で契約を解除したと。まあ、結果的に辞任になってるので、おそらくま、自分から辞めるっていうような書面を出したとは思うんですけれども、ただ、何かの問題がなければ、問題なく残りの1年間もやっていたので、その報酬をもらうのは義理でしょ。普通でしょ。契約行為でしょ。 っっっててていいいいううとととこころとおそららく京都はいや3年や年年ななんんだだかか分しか払わないよよの内容だと思うんですよただ、その問題がありながら、富山グラウジーズのヘッドコーチ、まあ、一部のヘッドコーチに慣れてるっていうのを加味すると、京都が、まあ、実際にこれ受けて立つよっていうふうに、あの正当性を主張してる内容としては、あなた3年契約なのに、もうすでに富山側にコンタクト取って、契約を取ってきたよね。ヘッドコーチ契約取って今なってるよね。これって不当 行為なんじゃないのぐらいに多分京都って言ってて言ると思うんで、すよなので何が言いたいかって言いますと、すでに富山グラウジーズはもうめちゃくちゃ今成績もいいわけじゃないですか。でえ、まあ頑張ってるチームでありますし、京都も京都で今残ってるメンバーでものすごい頑張ってますよね。皇后京都っていうとこも含めまして。こういう風になっている中、まあさっきの14日間待機要請守らなかったチームもそうなんですけれども、今、あいつのせいで、まあ、観客動員数も減らし、収入も厳しく なってるけれどもリーグ一丸となって頑張っていこうぜっていう中相反する動きをチームが取る っていうのを見ることが非常に悲しいことだなと思います。で、これをブースターさんだったりに話したところで何か解決するかって言ったらそんなことはないんですよ。じゃあ何のためにこの動画作ってるか、まあそこなんですけれどそのチームを嫌いになってほしいとかじゃないんです。逆です。何らかの理由があってやむを得ずやってしまったんですよね。で、その結果、もうリーグとして、さっきの2チーム、茨城と西宮であれば、県籍というのもリーグが出しちゃったと。 これが軽いかどうかというよりは、もうリーグが出しましたと。 ま、ここからの話は矛盾します。そして、京都のヘッドコーチ、浜口ほのさんと京都のやりとりに関しても、こういう報道は上がったんですけれども、我々ブースターにとっては、今のチームがおのおの頑張ってくれればいいというところでございます。つまり何が言いたいかと言いますと、ブースターがこういう話題にモチベーション左右されるのは、最もやっちゃいけない行動だと思ってます。私が言いたいのは、ニュース今取り上げました。そして、せきだったっていうのを見ました。こんなことがあるんじゃないのかなってお話もしました。 つまり、これで終わりです。 悲しい話をしても前進は絶対しないです。もうすでにリーグも決定をしてる、えー、事故になりますので、なので今日の背景です。もう一度皆さんですね、あの、初年度ぜひ思い出しましょう。あの、かなりこう B リーグとして NBL と BJ が一緒になって初めてのファイナルで川崎と宇都宮が戦ってと、まだまだあの時盛り上がってなかったのが、この4年でファン数も増えてますよね。チケットも取りにくくなってるし、値段も上がってますよね。これは人気が出てる証拠なんですよ。そして今、あいつのせいで動員数も減ってて、これからまた増 増えてくってなったときにおそらく金が変わらずとも同じ値段でもその収容人数は増えてくると思うんですよ我々がやることはえこういったこともあるけれどもえしっかりですね自分の好きなチームというの応援者選手というのを応援したりして B リーグを盛り上げることだけに注力しましょうそしてこの話はこの動画でおしまいという目線を持ちまして今回作らせていただきました皆様いかがでしたでしょうか まあね、あのネガティブな話してもしょうがないんでえ次のこと切り替えてやっていきましょうこういうの得意なのはブレックスブースターなんですけどねブレックスファンの皆さんは負けても次の日も忘れてますんであの気持ちがどうせらく1位というチームを作り上げてるんだと思います皆さんもそれを真似していきましょうということで本日はおしまいでございますおりご視聴ありがとうございましたまたよかったら遊びに来てください俺たちは 強い